はい、どうも、パチオです。えー、今日はね、えーっと、まあ、年明けね、年始早々の話なんですけど、えー、僕、今ね、あのー、まあ、ちょっとね、家でね、勉強するのがしんどくなって、外に出て、あの、公園の駐車場で、勉強してる感じですね。河川敷で。<laughs> で、まあ、うん、すげーはか、はかどるっすわ。あの、車の中あったかいし、ね、い景色もいいし、 なんならね、その遠くで山に雪が降ってるのがよう見えたりとかね。まあ、いい眺めっすわ。まあ、僕にとってね、この今、ね、この景色、見えてるとこ、木曽山線公園のね、あのタワーが見えるんですけど、僕、小学校の時からね、よくここを訪れてる思い出の場所でもあるんで、まあ、いいとこだと思います。でね、今日は何の話をしようかっていうとね、えー、っと、ちょっとコロナで、 あのー、雇い止めになってる人がいっぱいいるっていう話、皆さん知ってますかね。あのー、ま、あいろいろニュースになってるとも思うし、まあね、皆さん知ってると思うんですけど、で、それで今年なんなら俺、リーマンショックの時みたいに、あの、年越し派遣村みたいなものはできるかなと思って、ちょっと考え、 あの、ニュースをね、あの、ここ最近ずっとチェックしてたんだけど、今年に関しては、あんまりその年越し派遣村みたいな感じにはなってないみたいですよね。なんだけど、まあ実際には、その、生活に困ってる人がいっぱいいたりとか、まあ路上生活になったとか、まあそういう人はいるみたいで、まあ東京とかに、で、あの、コロ、コロナ、 コロナなんとか村ってま,まあまあんか名前は忘れたけどその、ね、年を越すために炊き出しをしてみたりだとかあのそういう話がねあ,のあ,るあるみたいなんだけどえー、っとそれでね僕ちょっときんで名古屋でねそういう話聞かないなと思ってで今日ねそのねここに来るために出かけた時に見つけたんすわ。その ね、年越し村みたいなやつを。まあ、年越しなんとか村ってよりは、なんか相談所的な感じで、と、炊き出しもやってますみたいな。そんな感じだったんですけど、一人の死者も出さないみたいな、あのー、ねえ、<laughs> あの、横断幕みたいなやつ掲げて。 な,なんかでかい、でかいテント3つバンバンバーンと建ててやってましたわ。まあ俺正直ね、それ見て思った時はね、あれこれ許可もらってやってんのかなみたいな。あの、この土地ってね、私有地じゃないよな。公共の場所だよな。どうやってここに許可もらって、こんなでかいテント建ててんだろう。なんて僕は思ったんですけど、まあ、まあね、そのね、一人の死者も出さないって頑張ってる人は、まあね、 まあ好きに頑張ってもらえばいいんですけどまあ正直僕はねあのー、今そこで食べ物を渡したりね仕事の斡旋をしたりっていうのはもう応急処置でしかないと思っててあのー、もうその場の空腹を満たすだけしかないなーと思っててだってさ仕事なんてさ探しはいくらでもあるんですよ。 あのー、なんなら僕の会社って常に人募集してますからねあの来りゃいいのにって正直思うっすわなんならこの YouTube 見てるやつで,で無職のやついたら来いよって思うんだけど名古屋に会社あるんで俺にコメントくれたら会社案内するよみたいなそんな感じなんだけど <laughs> あのー、まあそれはそれで置いとまあね僕ねあのー、言っちゃいや係長的なポジションだですから、あのー、入所 入社希望者おるんだけど、ちょっと面接受けてくれん、あの、面接したってくれんみたいなことを、あの、ね、会社の社長なり、番頭なりに言うこと可能なんで、あの、なんなら僕と仲良くなれば即座に合格できると思うんですけどね。あの、まあ、つかね、あのー、外仕事、建設業ってね、常に人不足なんですよ。 あのもう常に人手不足であのー、もう人手がいないからベトナム人とか中国人とかフィリピン人とかねあの実習生とか呼んでるわけですよ。でその実習生がねなんかいろいろ問題を起こしたりとかもするしまああるんだあの、ね、言葉もわからんからね結構ねこっち側のがもう負担が増えたりもするんだけど。で ね、言葉も分からんやつに,に君ら負けるのっていうそういう問題でそのさ仕事をさまだ選んでるわけじゃん何しまあ死んでも建設業やりたくないやつは勝手に死んでくれりゃいいやって俺は思ってんだけど <laughs> 正直なとこねまあやれ,ないにやれない人はいるよど,どう考えたってやれない人まあやれないまあだからねあの最初から手足がないとか あの乙武さんみたいな人はどう考えたって建設業無理だしまあねあのー。 建設だとその監督する系の仕事とか設計する仕事でもまあ手足はないとまずいからね。なんならその現場見て回ることができんからね。<laughs> あのー、バリアフリーなんてのはその建設できた後にはそうなるけど、ね、建設中の建物がバリアフリーなんてことは絶対にないからね。<laughs> あのー、まあそういうことはあるんだけど、まあ実際問題ね、あのー、 な何かこれがないと建設業には入れませんとかそういう資格ってのは一切ないわけよあのー、まあ僕のとこなんかねあの資格も何も一切ない状態でも入れるしで今ねその派遣切りのーねあのー、今年のなんか映像がないかなと思って YouTube で探しとったんだけど で、YouTube で探しとるやつはね、やっぱね、あの、リーマンショックの時の年越し派遣村みたいなやつの映像がね、結構残っててね、僕、それちょこちょこ見てたんですよ。まあね、その、月、ね、月金で、ね、あの、昼金と夜金をね、あの、1週間おきに交互で繰り返して、ね、月収12万円みたいな手取りが。 うわ少ねえなとか俺もね派遣やってたからねそれ見,て見た時にうわ少ねえなみたいなあれだって夜勤をやって夜勤と交互にやってっていう話だったらあれ20万ぐらいにはなるはずだけどな何減らされてに12万円になってるんだろうなかわいそうにみたいなまあでも12万円あったらねあの普通の生活は基本的にはできるんですよそれ12万円って多分家賃とかも料として料費として引かれてるから あの、そうじゃなかったらさ、そんな、6万も7万も給料の中から天引かれんもんで、あの、いくら派遣がブラックだって言っても。 まあ、そう、そういうこと考えたらさ、あと食費とね、電気代、水道代、ガス代だけでも、ね、まあ10万はいかんはずっすわ。なんならその、最低、最低な、最低ランクのその時給1000円の世界ですら、その、おそらく生活できるんすよ。贅沢しなければね。でもね、そういう人たちってね、なんでか知らんけどね、酒とかタバコ必須なんですよ。<laughs> でね、あの、ギャンブルしたりとかね、パチンコとか。 あのお前ら金ないのに金持ってるやつと一緒のギャンブルすんなよっていうね、うん、お前贅沢,費贅沢費だぞ全部っていう、まあ、僕んとこにもいるんですよ実家暮らしでさあの別に家賃とか一応入れてるらしいんだけどあの俺よりは別に入れてないし食費とかもねあのそんなに払ってるわけじゃないのに、あのーまあ、スマホの課金とタバコとパチンコで全部使っちまうやつ。 あの基本的にね派遣村にいる人たちってそんな人たちだから今瞬間で助けたとしてその残った金全部パチンコで使っちまうから意味ねえんだよそれ助ける意味あんのっていうまあそれはさあのー、ねあのそこ,でそこら辺で人がのたれじむのが嫌だから自己満足でやってますっていう人はいいよ あのその辺で死な,れる死なれるの嫌だからあの資材投入してで,でも人に飯食わしたいって、まあ、そういう風な人たちはいいわなんならあのそういう風な人たちってさあのねえ あのそ,うそういうふうに「あ,あ,そ,このあそこに行けば飯分けてくれるぞ」ってあの人がいっぱい寄ってきたとしてもみんなに飯を与えてくれるんだよねあのそういうふうそういうふうだったらいいんだけどねでもさその,その場の感情でさあのその場だけ助けたいって思ってるようなやつなんかさもう詐欺師と変わらんのやって、はい、はっきり言ってあのー、もう生きる能力がないんだったらさもうそれは死なざるをえんと思うしさ俺なんか てか、まあそ、そんなギリギリの状況になって、もうほん本当に底力を発揮して生きようとするのかしないのかっていうのはもう人間の本質みたいなもんだと思うわ。あの、そんなところまで、その人に甘えようとしてるやつなんか、もうどこまで行ったって、もうなんならそれ一生面倒見ないといかんぞみたいな。俺、そんな風に思うんですよね。 まあ、それ、生活保護の申請の仕方だとかさ、そういうのを教えたってね、もう国に丸投げするのもいいでしょう。まあ、俺は気に入らんけどね。あの、俺の税金でそんなもん生活させたくないから。あの、で、ね、そいつらがその、その後、税金をまともに払ってく感じでもないだろうし。そんな40、50ぐらいで生活保護もらったらもうそれ一生じゃん。<laughs> どうせ年金も払ってねえって。<laughs> <laughs> ねえあのー、それはねあの僕もはっきり言っちゃうそんな感じだもんでね年金も払ってない時期もひたすら長かったし、まあ、今はねあの厚生年金払ってるもんだからあれな,あれなんだけどこのまんま人生終わっていけば僕、まあ、まあ厚生年金ぐらいもらえるもんであれなんだけど。 うん、<laughs> まあ、国民年金をね、払ってる、払ってないでいいや、俺払ってない時期の方がはるかに長いからね。まあまあ、おそらく今ね、あの、最低限ももらえないんじゃないかなって俺は思ってるんだけど、今から払った、まあ今から払ったら最低限はもらえるんだけど、でも今もうね、仕事してるからね、<laughs> その国民年金を今度払う時期じゃないよねっていう、そういう話 <laughs> うん。 まあねまあそれは置いといてさそのー助けそこに至ってるさその,助その場で助けられちゃってるやつっていうのはさ本当に今まで何も考えずに生活してきたわけよだって2010年代なんてさ2012年ぐらいからもうずーっと景気上向きでさ何 イザナギケ景気以来最大のみたいなね、好景気みたいなことを言ってたわけじゃないですか。まあ世の中にはね、それ否定する人もいて、いや、景気悪いのをね、あの、数字のごまかしで景気良くいいように見せてるだけだみたいなことを言う人もいるんですけど、数字のごまかし程度で、あの、好景気、不景気をあの動かせるぐらいフラットな状態ではあったんですよ。実際問題。そんな超不景気ではなかったはず。 まあね、景気が悪いったって1%、2%。で、まあ、数字のごまかしで、それが1%、2%のプラスになって、好景気が続いてるっていう判断だったかもしれないけど、まあ、それでもさ、あの、日本人なんて徐々に今、減ってってる最中でさ、人手不足で、いくらでも人を雇ってくれるのよ。特に建設業界なんか、もう人手不足がずっと続いてる。まあ、それでもマンションとかさ、あの、いろんなもんは、た、 ねあのー、古い一軒家は潰れていくけど新しいマンションはどんどん建っていくるみたいなそんな状態なんだけど、まあ、今後どうなっていくかわかんないけど、あのーね、うちの会社なんかさもうそれこそ、ね、きょ去年の最後に俺が45連勤したみたいにさ、あのー、出勤基本的に出たいっていや土,日だろうと日土曜日だろうと日曜日だろうとまあ最日はもう俺のとこの会社関係ないんだけど出れるのよ。 で仕事がしたきゃ仕事できるのにさあのこういう仕事はやりたくないってさあのそれ選択肢にも入れないで仕事がないって言ってるやつ多すぎるのよでさあそのね首切られましたっていうやつ見てみるとさどう考えてもお前ら営業とかできんだろうみたいなコミュニケーション能力ないわやって <laughs> で,でそんなやつがさあのー、なんか営業や,やりたいとかさ例えば でその事務作業がやりたいとかさ「お前事務作業なんてできるか?」って。<laughs> <laughs> てか、てか、事務作業なんて選ばれし者がやるような、ねあの、負荷の少ない仕事だから、なんなら、その、男性社会での仕事で事務作業ってなかなかないからさ、あの、ねそこには女性の選ばれし者も,も含まれて、ね,かね結構なんか、熾烈な競争があるのにさ、なんも資格もねえようなやつがさそ、そんなとこ行けるかっていうのって、<laughs> なんならその経理の勉強とか、お前ら今、過去にしてきたのかよ、みたいな。 か商業高校出とるような女の子の方がよっぽど君より役に立つんじゃねえのみたいなそんなとこあるじゃないですか何 <laughs> も資格もなくてさ今まで誰々生きてきたんだったらさだからあのー、ちょっともう,そ,もうそ,その瞬間ぐらいさ辛い仕事をやってみりゃいいんだってでまあそんなこと言うとさなんかブラックに入りたくねえのなんなの言うんだけどさじゃあお前ホワイトのまんま真っ白になってしんどけっていうそんな話 <laughs> あの <laughs> まあちょっと極端なんだけどあのー、ねもうもうちょっとね、あのー、自分が生きるっていうことに対してもう将来を見据えてなのなんならその余裕がある時にもお前ら余裕のある生活をしちゃってんのが悪いんだから。 まあ厳しい環境だけど、う自力で必死に生き延びてみろよっていう、そんな話ですわ。まあ今回ね、まあ今日ね、その派遣村みたいなのを見たもんで、ね、派遣村じゃねえんだけど、まあちょっとそんな話をしてみました。じゃあ、そ、これで終わりにします。以上、パチョウでした。バイバイ